メスを巡りオスの馬と馬が求愛して戦う競技。主にインドネシアのスンバ島やフィリピンのミンダナオ島をはじめとしたアジア地域で広く行われており、小型の馬が多く用いられる。中国では、ミャオ族の間で行われている伝統で、彼らの間に伝わる伝説から行われている。伝説によると、約500年前、 村の二人の青年が一人の美女に恋をした。それを知った王様は二人の青年に馬で勝負をつけるよう命じ、その勝者は美女を妻として手にできることになった。その時の馬の戦いは凄まじいものであったが、時の流れと共にその伝説が語られることも少なくなった。美女が誰の嫁になったのかもわからない。 伝統として引き継がれ新年を祝う行事として、東馬協会主催により開催されている。韓国では、チェジュ島において、伝統行事であるマルサウムと呼ばれる、東馬が定期的に、チェジュ馬生産者協会により行われている。発情期の大馬はメス馬を手に入れようと、興奮しているためこれを利用して、大馬二頭とメス馬を、闘技場に入れ、大馬二頭を戦わせる。 片方の大馬が相手の馬に背を向けたり、メス馬に近づくのを止めたらもう一頭の大馬は相手をそれ以上攻撃せず勝利となり、交尾ができる。日本でも、奄美大島の機械島で馬合わせと呼ばれる、当馬が小学校の校庭を利用して行われていたが、カンバの蹴り合い、四つに組んでの噛み合いは凄まじく、血生臭かったこともあり、 1917年頃、警察により中止され、現在では全く行われなくなった。ありがとうございます。